FTW ウェブラジオハロー FTW 第33回、お相手を務めますのは FTW 千葉野田尾です。ゲストはこの方たちになります。こんにちは、スイマです。プログラマーです。はい、タッケーです。イラストレーター、トライブ 2D モデラーをやらせていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは本日はね、この3名で、やりたいと思うんですが、今回はですね、本当に数年ぶりにですね、このウェブラジオで漫画界をやろうと思ってて、前やった時は単行本4巻ぐらいまで出てた怪獣8号の話とかしたんですけど、今回はですね、最近アニメにもなってこうグッズが出まくってるですね、漫画推しの子について喋りたいと思います。でですね、今回はですね、単行本の14巻までの話をしようと思うんで、ネタバレ、スポイラー全開で話しますので、それが嫌な方はここで視聴を止めてください。ネタバレ、スポイラー踏んでも、こちらでは一切責任取れないです。ということで、お話ししたいと思うんですが、まずですね、ちょっとお二人に推しの子を知った、あるいは読むきっかけになったところからちょっと話聞きたいなと思うんですけど、スイマさんから聞いていいですかね。はいはい、読むきっかけは、最初、連載が始まった瞬間にまず、まあ見たんですけど、すごい。ちょっとその時に、はいはい、まあ1話が、はあ、てか推しの子が、まあ、その、自分が推してるアイドルの子供になって生まれるっていう内容が、正直、うん、受け入れられなかった、気持ち悪いと思ってしまったんで、その時は見なかったんですよね。なるほど。でその後アニメ化されて、うん、まあ、かなり話題になってたので見たら、うん、でそのまあ、実際は復讐劇に近いというか、復讐劇だったり、あとそのなんか業界のなんかちょっと面白い話だ、成り上がっていく感じとかをやるアニメっていうことで、うん、まあ印象が変わったので、うん、まあアニメを見てから、まあ漫画は全巻買ってみたっていう感じですね。はい、じゃあその1クール目のアニメを見終わってから漫画を買った。はい、なるほど。そうですね。たっけいさんはどんな感じでしょう。自分も、まず横槍綿吾先生のファンで、うんうんうん、で、連載が始まったっていうのを見て、アプリ、ちょっと何のアプリか忘れたんですけど、うん、漫画連載してたアプリで読み始めて、うん、で、ちょっと、なくなってしまうあたりで、ちょっと離脱してしまったんですけど、はい。で、今回このラジオの話聞いて、ちょっと読み返してみるかって一気見したら、え、うん、面白いじゃんみたいになったって感じですね。なるほど、ありがとうございます。僕はですね、最初その、まあ、このね、推しの子って話が、主人公のお医者さんが、まあ、とある理由で亡くなってしまって、自分が推してるアイドルの双子の子供の片割れとしてこう転生するというところから話が始まるんですが、その、推しの子供に生まれ変わると。まあね、もう転生ものなんてもうレッドオーシャンかと思うんですけど、まあその流れをこういう感じでやって、それを推しアイドル文化と接続してやってると思うんですけど、最初その設定を聞いたときに、まあさっきスイマさんがおっしゃってたな、気持ち悪いなと思って、うん、この横槍先生の作品、あ、てか、あのね、二人で作ってますけど、まあ、かぐや様はアニメ見たことがあって、クズの本会もアニメ途中まで見てて、まあ、なんとなく、その、両作家のテイストは知ってて、で、設定周りの話だけ聞いて、ちょっと、自分向きじゃないかなって思ってて、見てなかったんですけど、まあ、とにかくあっちこっちで名前を見かけてて、この漫画がすごい、みたいな、賞があるじゃないですか。あれでなんかノミネートか受賞かわかんないんですけど、なんか話題になってて、じゃあさすがに読んだ方がいいなと思って、1巻と2巻を買ったんですよ。で、それを読まないで2、3年部屋に置きっぱなしにして、
で、読んでなくて、で、その後読まなきゃと思って3巻4巻買って、これも読まなかったんですね。読まなかった、読まなかった。で、しばらくしてから何だったかな、理由はちょっと思い出せないんですけど、読んだんですよ、うん、そしたら面白かったから、その後一気にガーって買って一気読みしたって感じですね。はいはいはい、うん、自分はそんな感じでした。すごかったっすもんね、その一気読みした後の千葉さんの、あ、千葉さん話す内容すべて推しの子につなげてくるから。うん、いや、でも本当なんか今の、うん、今あジャストで今かわかんないけど、ここ数年のなんかいろんなあれこれがすごいいい具合に入って、まあハイコンテクストな漫画っていう言い方になるんでしょうけど、うん、まあ転生もので、アイドル推し活もので、アイドルのお仕事ものであり、うん、サスペンスの復讐ものであり、うん、アクア君のピカレスクロマンであり、うん、っていうね、いろんな要素、まあそのなんだろうな、数巻ごとにエピソード変わるじゃないですか。幼年期編とか芸能界編とか舞台編とか、はい、まあ今度アニメやるのは舞台編ですけど、そう、まあエピソードごとにその題材が結構、まあ全体に流れるそのプロットっていうのはあるけれど、まあ各そのエピソードごとにそのね、やることが変わってて、でバラエティ豊かで、でキャラクターに魅力があって、すごいこう読みやすいというか、で、で、なんか、ぶつ切りで読むより、ほんと一気読みした方がいい漫画だなと思いましたね、自分で読んで。うん、キレキレ。それは、わかる。うん、めちゃめちゃわかりますね、うんうん。で、キレキレで読んじゃうと集中力落ちるなって感じなんですけど。まあ、集中力っていうか、うん、多分これ意図的にやってると思うんですけど、うん、その正直、あんまり、その、深掘りしなくていい、なんていうんですかね、その、あんまり深掘りしなくていいというか、本筋、いわゆるアクアの復讐劇が軸にあると思うんですけど、うん、あと、まあ、復讐劇だったり、そのサスペンス要素っていうのが軸にあると思うんですけど、そこから外れた全然関係ない話が途中途中でぶち込まれるじゃないですか、うん、だからあれなんかすごい、なんていうんですかね、まあ、意図的にそれをやってると思うんですけど、なんか作者が書きたいのか、まあ、なんか、なんとなく筆が乗って、なんとなく書きなくなったものを始めて、で、まあ、しばらくするとまたその、あれですね、あの、その復讐の本軸の方に戻っていくみたいなのが、こう、周期的に行われていて、で、あんまりその本軸じゃない方を読んでると、なんか、なんか目的見失ってねえか、この漫画って思いながら、さっきハイコンテクストって言ったんですけど、まあ、テーマがたくさんありすぎるんで、なんかあんま興味ないテーマの方に話が逸れてくと、あんまこう、なんですかね、まあ、集中できなくなっちゃうんで、てか今何してるんだっけこの人たちみたいな感じになってしまうので、一気読みするとそれがこうすぐ、まあ、次の巻ではまた復讐劇に戻ってみたいな、でこの巻はちょっと復讐劇じゃないけどなんかまあやってるなーっていうのをさささって読んで、でまた復讐劇で面白くなるみたいな感じで自分は見てましたね。なるほどね。まあメインプロットは、まあその産婦人科だった主人公が実は妊娠していた推しのアイドルの担当医になったが、何者かに殺害されてしまい、推しのアイドルの子供として転生し、まあ楽しくバブバブしていたが、そのアイドルのストーカーがある時やってきて、アイドルを、まあ、自分の母親になった推しのアイドルを目の前で殺されてしまうと。うん、で、これによって、まあ、その、主人公である、まあ、ゴローことアクアくんですね。彼が、まあ、黒幕を探すと、うん。で、その黒幕はきっと芸能界にいるはずだと。うん、まあ、当たりをつけて、で、その芸能界に入って、お仕事ものだと思うんですけど、まあメインプロットはこのね、アクア君が、自分の推しであり母親になったアイドルアイの、まあ、復讐、犯人探しプラス復讐をするですよね、うん、で、それにあたって芸能界に入ったから、うん、その各エピソードごとでその芸能人としての仕事としてお芝居やったりバラエティ番組やったり、
なんか恋愛リアリティショーやったりみたいな感じですよね。それで、まあ、行くと、なんていうんですかね、まあ、最初の方でその芸能界に入って、まあ、いろんなキャラクター、まあ、キャラクターが出揃ったみたいな感じになると思うんですけど、最初だんだんキャラクターが増えていくのは面白くて、まあ、この後どうなるのかなってワクワクしていったんですけど、まあ、一旦どこだろうな、まあ、なんか恋愛リアリティショー編とかで、まあ、結局その、まあ、後半でそのアクア本人も悩んでますけど、その復讐を忘れて楽しんでいいのかみたいな感じで、若干復讐の目的から外れて、なんか普通に有馬加奈とか、あと何でしたっけ、黒川茜かとかと、あとメムチョとかと、なんかワイ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 芸能界やってるのが普通に楽しくてみたいな感じになってて、この話は一体どこに行くのかなっていうふうに、まあ見ていて、まあ、なんかちょっと個人的にはその本筋から少し外れて、なんかちょっと惰性で見続けちゃってるなみたいな感じに一回なってたんですよね。竹井さん的にはどうでした？最初読んでって。こういうふうに。そうですね。いや、確かになんか言われてる通り、なんだろう、読んでてちょっとうまく言えないんですけど、なんか不快になることが多くてやめることが多かったので、ほうほうちほう。ょっと それって、あ、そういうことだったんだなってちょっと思いましたね。不快になったシーンとか、例えば、その転生以外で言うと何かあるんですか？でもそう言われると、なんかここっていうのが思いつかなくて、なのになんか不愉快というか まあちょっで、と いや、でなんかも、ちょっといいっ言ってすることか、わかそのりま不す。愉快ポイントはなんかいくつかあって、不愉快っていうか、まあそれを狙って書いてるっていうところで、個人的に熱さのは、その黒川茜を利用するじゃないですか。で、恋愛リアリティ編で、まあキスして、まあこいつ使えるなって思ったから手駒にするためにキスしたりするとこなんですけど、そこら辺とかは普通にそのルッキズム極めてる感じとかがなんかすごい不愉快というか、うわー、アクは嫌なやつだなーと思いましたけどね。あ、そうなんだ。で、まあ結局最新話の方の話にちょっと触れちゃいますけど、14まあ巻アとクかはですってか？そういうやつだよなっていう書かれ方をちゃんとしていて、で、なんかその五郎の時の人格がもうほとんど、なんていうんですかね、アクアに塗りつぶされているというか、五郎はすごい優しくて人格者で、その他の人のために頑張れる人だったんですけど、アクアになると、そのアクアの人格は、その自分の目的のために、その自分の見た目と使えるもの何でも使って、で、他の人もそこまでしか思ってないっていうような、なんか割とひどいやつになって、まあそれが面白いんですけど、まあそのちょっとこれきついなこいつって思うことは多々ありましたね。そあ、ほん、のは恋愛感情利用するところとか、あ。はあ。あとそのまあ大人ってこういうのが好きでしょみたいなのを打算的にやるところとか、まあでもそういう確かに、話じゃないですか。そうですね。だからそれはうまく書けてるからそう感じてると思うんですよね。みんな嘘ついてるんですよ。みんな打算的なんですよ。でもその情熱や、なんかその真心とか、なんか本当にクリエイティブなこととかアーティスティックなことをしたいっていう気持ちと、でもその、この中でのし上がっていくにはどうすべきかっていう打算とか、損得感情も、でもそういうのは同時にありますよと。で、その両輪がないと、この中で、この物語っていうか、まあ、芸能舞台としてこの世界の中ではそれは成り立たないことで、片方を失うとバランス崩すんですよね。作中で例えばちょっと、ルビーさんがダークサイドに落ちる時あるじゃないですか。あれはもうのし上がる方だけにガーって、その目的のためにのし上がる方だけになっちゃうと、あの目の星が黒くなるじゃないですか。あれはこう闇に飲まれてるんですよね。
でも、その真心みたいなのだけだと、その付け込まれたり、その利用されてポイ捨てされたり、殺されたりしちゃうから、それでもやっぱ足りないんですよね、そういうわけじゃ。どっちも必要だと。で、みんな嘘をそうついですてるね。けど、その濁流の中の、濁流のようなこの芸能の世界の中で、でも、たまにキラッと輝くものがあって、それはとてもこう価値があるみたいなのは一貫してあると思う。大体苦しい描写の方が長いですよ長いですね。苦しい描写長いっすね。ね。うん。でも東京ブレイド編とかだと、でも最後みんななんかそれぞれ自分の演技と向き合って、こう、自分はこうやるぞと。例えば最初お芝居が大根だったイケメンアイドルみたいなやつが、すげえバカにされてたけど、いやでも、舐められてるやつがちゃんと決めたら、それちゃんとかっこいいだろ、みたいなのをやったりとか、あとアクア君がトラウマに向かい合ったりとか、あとその、有馬かなと黒川茜がお互いの、その演技の方向性違うけど、互いにこうぶつけ合って、こう、いい芝居をするぞ、みたいな。でもそのステージに立つまでには、本当にいろんな、そのね、全然表現とは関係ないいろんなことを彼ら彼女らはやってて、で、その本当頂点に行った時にやっと輝く瞬間があって、それはやっぱグッとくるみたいな作劇が、まあベタだけど僕はすごい良かったですね。ていうか、その不愉快なとこが多いからこそ輝いてる感じありますよね。そうっすね。なるほど。まあ、それこそその舞台編で出てくるキャラクターって、てかまあ推しの子全員そうなんですけど、基本的にその全員ルッキズムを極めた人たちが基本じゃないですか。まあ美男美女しかいないですよ美ね。男美女しか出てこなくて、で基本的にその家とかもその家族に愛されてないとかっていう人間関係の不調はあるんですけど、お金そうにで困ってなくて、かつその見た目で優秀で、そのまあ別にやっていく、その芸能界でやっていくことに何も問題はなさそうな人たちが、まあ、その中でも、まあ、困ってはいるんだよっていう、その恵まれた上でなんか困ってるみたいな、まあ一恵ま番れたものゆえに困ってるみたいな感じの人たちが基本だと思うんですよね。一番最初金がなくて本当に恵まれてなかったのは多分デビューする前の愛ですね。なんかその親が、なんか親とうまくいってない方で一人でこう東京かなんか出てきて、まあなんとかなるっしょ、金もないけど、みたいな。だから、愛とかぐらいですよね。だいたい他の人たちはみんな、まあ経済的にはちゃんとしてます。そうですね。で、まあちょっとこういうキャラクターいないのかなって思ったのは、そのだから全員顔が良くて、でそれで実力がなくて、困ってる、もしくは実力があるって認められてるんだけど、なんかライバルとかがいてうまく仕事が回ってこないとか、その実力はあるけどコミュ能力が低いとかっていろんな人たちがいるんですけど、基本的に全員ルックスは極めてるじゃないですか。まあ、なんかその本当に腕一本で乗り上がってきたみたいな人がキャラクターの中にいないのは、なんかその何ですかね、本当にその例えばお芝居だけで生きてる、お芝居だけでのし上がってきた人とかで、そういうキャラクターもいてもいいのになぁとはちょっと思って、まあそれはまあ何ですかね、ノイズになるから書きたくないのかもしれないんですけど、なんか全員ルッキズム極めた人たちばっかいたんで、でいや顔がいいだけだとやってけませんわははは っていう人か、実力はあるんだけどコミュ能力がないのでうまくいきませんでしたの人たちが多くて、なんかその、あ、で実力はないあるんだけどコミュ能力がダメでしたっていう人たちも基本的に全員その、なんですか、いわゆるめちゃめちゃこの顔立ちがいい、顔立ちと、あと、まあ、家庭環境にちょっと問題あるけど経済的に問題はないっていう人たちが多かったんで、なんかその本当に腕一本だけのし上がってきた人たちっていうのが、その、まあ、芸能界ってそういう人いないのかもしれないんですけど、まあそれで言うと、まあちょっとずれちゃうかもしれないけど、東京ブレイド編で出てきた、原作の漫画家の人たちは、まあ漫画家だから自分の漫画の技術でのし上がってきたっていうのはあるのと、あと
先にプロデビューしてた人が自分のアシスタントで入った女の子に売り上げで負けて、で、お互い本音をぶつけ合うシーンで、いや、徹夜して完成させるとこっすね。あそこで、いや、でも先生は、先生より私の方が単行本売ってる部数多いですよって言われちゃうとことか、ああいう、なかなかね、まあ、思ってても、なかなかその生身の人間同士は言いにくいこやり取りとかしてますよね。そういう。確かに。でも、まあよくあるそのクリエイティブ的な能力が高いけど、そのコミュ力が低いから、そのアシスタントがどんどんいなくなって、でもアニメ化とか舞台化とかあるから、そのスケジュールが圧迫されて、その自戒寸前になってるけど、まあ、もともと師匠ポジだったその先生が、その、まあある種メンケアみたいなものをして、ちょっとヘルシーになるっていうところで、まあ、なんか、まあ、漫画の中ではそういう落としどころをつけてますけど。だまあ、だから、から、あれなんですよね、なんかその、この物語、まあ、推しの子面白いんですけど、まあ、その、感情移入できそうな人があんまいないっていうのが、個人的にはあって、感情移入そう、してない。まあ、そう、感情移入はしてないですね、一して切、ない。全然できないですね。面白いなーと思ってるんですけど、まあ、そういうこともあるか、みたいな感じの、まあ、だから完全にファンタジーとして見てるっていうか、なんていうんですかね。まあでも舞台とかその芸事、人、こういう役者とか芸事やってる人が読んだら、なんかその感情移入ポイントは職種としてはあるかもしれないですよね。ああ、そうですね。あ、こういうことあるよなとか、こういう人いるよねとか、自分もこういうことあったわとかはあるかもしれないけど、まあ僕はジョブが全然違うからわかんないけど、感情移入はしてないかな。逆に全員に感情移入してしまって結構辛かったですね。お、え、例えばどのキャラのどういうところに感情移入しました？特になんかアクアの感じ？アクアのどの辺ですか？どういうところ？なんか復讐したなんいだ相ろ手がいう。るんですか？タッいキーや、さん。復讐したい相手はいないんですけあいど。つを殺さねばならぬって人が。それはいないんですけど、い。まあ、なんだろう。なんか、入り込みやすい感じになってるなぁと思いました、漫画読んで。ああ、まあ、最初、五郎くんがね、推しが妊娠してるマジかよってところから来ますからね。ああ、そこでショックを受けるのは俺も感情移入というか、そうですね、五郎には俺も感情移入してますかね。でも、五郎と悪は別物だと思って見てしまってるんで、優なんしかっか、た先生確かは好きだし、感情移入してるかも。なるほどね。悪はなんかもう悪はっていう、なんかキャラが、なんかやべえな、こいつって思いながら、その悪を見ていて、なんですかね、なんか感情移入する対象として見れてないっす。僕はこういうちょっとピカレスクっぽい主人、ちょっと中二病入ったピカレスクっぽいキャラを見ると、コードギアスのルルーシュとか思い出しますね。ちょっと作詞家、まあ、策略家タイプで、で、かっこいいんだけど、ちょっと脇が甘いところがあって、で、人望もあって人を利用しつつも、でも、その優しさみたいなものはちゃんとあって、みたいな。この系統のキャラだなとは思うかまあ、言いたいことはすごいわかりますね。な。じゃあ、武井さん、アクアくん以外には、誰が、なんか感情移入できたんですか？まあ、有馬加奈さんかな。重ああ。曹の。そう、なんかこう、いや、自分は別に売れてるとかではないんですけど、その辛さ、売れてない時の辛さとか。なるほど。まあ、クあんリエイなにターは、すごい子なじるゃほないけど。ど。なるほどあ、でも、黒川茜さんとかは、正直、天才型というか、自分にはわからない人だなとは思いました。なるほどね。はあはあはあ。そう、我孫子先生もね、ちょっと天才すぎてついていけなかったところ、逆になんか漫画家組はついていけなくて。ああ、でも自分がね、
ちょっと関わったりとか、まあ普通に知り合いだったりした人で、その漫画家になった人とか、全然今一線でやってるような人がいるんですけど、やっぱちょっとね、やっぱ普通の感じじゃないですよね。あのね、本当にマジで絵描くことしか考えてないですね。それはこういうふうにな態度をとってれば、俺ってクリエイターだろうみたいな自意識とは別に、マジでずーっと多分意識もしてないぐらい絵描くことばっかり考えてるんですよ。だからちょっと見方によっては傲慢に見える瞬間とか、自分勝手に見える瞬間もあるとは思うんだけど、なんか、でもそれは悪気がなくて、本人からしたらそれが普通の状態なんですよね。ずーっと絵のこと考えてるし、実際絵を描いてるんですこのよね。だ漫から、画家コンビ出てくるじゃないですか。で、まあ原作が赤坂赤さんで、作画はメンゴさんじゃないですか。そうっす2ね。人の体験がここに反映されてるのかっていうのはすごい、逆に何ですかね、あれ見てた時にこれは実体験の話なのかどうなのかなっていうのすごい気になったっていう。そこはちょっと僕難しいところで、その作品を見て、これイコール作者って思うのはちょっと罠なんですよね。ああ、それはもちろん分かっていて、ただなんか少なからず何か言いたいことがあったから、その書いてると思うんですけど、まあもそちの、ろんね、そのフィクションのキャラクターと作家の職種が同じってことはデータが多いわけだから、もちろんね、その知見はたくさんあると思うんですけど。やっぱ実写に関してなのかなってちょっと思いましたね。実写、そうですね。だから最近の原作改編とかの問題に。そこもね、まとめんどくさい話になるんだけど、俺は、個人的にね、私個人の意見ですよ。お二人に何らかのあれはないんですけど、作品としてうまいことを落とし込めれば、原作と変わる箇所があってもいいと思うんですよ。でも、すげえ批判されるのは、結局原作リスペクトがないとか、作品としてうまく落としどころがないから、その批判されちゃうと。例えば、ジョジョの岸辺露伴の実写化あるじゃないですか。あれって原作だともちろん女性の編集者はいるんだけど、あのドラマほど出番はないわけですよ。でも、あのドラマだと、露伴と編集の女性のバディものとして、すごく面白いじゃないですか。だから、ああいう、た、まあ、例えば、ああいう改編は、ありだと思うんですよ。実写化するにあたって非常にこう巧みにやってるから。だから、何が何でも原作と同じセリフとか、原作と同じ、構図のカットを入れなきゃいけないとは、俺は思わないんですけど、とはいえそれはやっぱ難しいことだから、すべての実写化、まあ、ここで言うとすべての漫画の実写化には求められないけど、その作品として必然性があるのであれば、改編は良いのではって思いますそれは漫画の中でも、推しの子の中でも書かれね。てましたよね。そのお芝居の脚本と漫画の脚本は違うから、どうしても改編せざるを得ないとこは出てきますよねっていう話で。そうで、だからそでの脚本の家の人を信用してくれませんかって言って、結局ディスコードかなんかで話をして、その意気投合してしまったクリエイターが暴走した脚本が出来上がるみたいな ストーリーだった気がするんですけど、確か。そうですで、あとね。さっき言ってたリスペクトの話も、この推しの子の中で、何でしたっけ、あれです、コスプレ、炎上体質なコスプレイヤーの人を利用して、その炎上させてディレクターを落とすみたいな話があったと思うんですけど、そルビーさのんが闇ル落ちビーしてるがと闇き。落ちしてっていう時に、でその時にまあコスプレイヤーの人がすごいいいこと言っていて、そのね、コスプレイヤーの人は、原作にリスペクトがあって、その中で、原作の人たちから許してもらって、なんかちょっとグレーな部分で活動しているっていう話で、でテレビマンの人がそのコスプレイヤーにも原作者にも全くリスペクトがなかったから怒ってるんですみたいなことを言っていて、でそれこそ鮫島アビコさんが確かその時出てきて、その東京ブレイドの版権は厳しいんですかって言われて、いやリスペクトがある人だったら2次元とか書いてもいいし、コスプレしてもいいですよって言って、
で、なんかその後の同人ジゴロ、おめえらは消えろみたいなのは、なんか若あ干作者の気持ちが出てるのかなと思いましたけど。あ。ああ。まあ、だから原作改編に関して悪く言ってるっていうより、その作者がうまいこと、なんていうんですかね、まあ、だから今世間で話題になっていることをうまいことストーリーの中に落とし込めように、なんかその言ってるのかなっていう。本当にこれ、なんていうんですかね、ただ創作として書いてるんじゃなくて、まあ、なんか一言言っておきたいからこの中で書いてるんじゃないかなっていう、なんかその作者の主張は強いんじゃないかなと思って見てて。まあ、結構やっぱ睡魔さんって作品から作者の主張を汲み取ろうとする思考性がありますああ、ってか、ね。うん。そうなんですよっていうか、その、今んとこそう作いうこと者言っとてまかすの主張が強い漫画とか作ね。品好きなんですね、小説とか。なんか中へ身がないっえ。ていうか、中身のは苦が手ですね。ない。中身って必要なのかな。はい、ということでですね。前半は、ここまでとなります。はい。ということでですね。ちょっとここで一曲かけたいと思います。今年の春 M3 でですね、ボーカル EP のずっと遠くへって出したんですけど、その中から一曲、沢野ポプラさんボーカルで、作曲パピコさん、作詞千葉野田で、英傑の朝です。どうぞ。それはとても美しく柔らかな日の差す午後、千の天使歌が届き、恐れるものは一つも疑うものは一つもないと信じていた。星々はい、ここから後半になります。パチ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 。イエーイ。イエーイ。イエーイ。じゃあね、なんか、割とこう、細かい話ばっかしてたり、あれなんですけど、もうちょっとなんか、ミーハーな話をしましょう。ミハーな話。一つは、好きなキャラ。あるいは、好きなカップリング。と、あと、好きな、エピソード。このシーン、すごいグッときたとか、泣いたとか、そういうのがあったらお聞きしたいんですけど、どちらからいきますか？すいまさんとたっけいさん。それでも僕からいきますか？ああ、じゃあ千葉さんからお願いしてもいいです僕から。僕はね、好きなキャラはね、黒川茜さんですね。か？おお。黒川さんが大好きですね。というかまあ、全体的にキャラがみんな、男女みんな魅力的なんで、全体的に僕は好感高いんですけど、その中で黒川さん好きですね。まあまあ、最初はまあ見た目かな。ちょっとクールっぽいじゃないですか、最初の入りが。恋愛リアリティ編出てきて。でも実は、なんだろうな、これリアリティショーみたいに慣れてなくて、すごい頑張ってるんだけど、うまく立ち回れなくて、で、自分の担当マネージャーがすげえ叱られてて、どうしようどうしようってなってる時に、そのね、出てる他の女性のちょっと顔を怪我させてしまうっていう大ポカやって、炎上して、ははわってなって、アクア君たち全員が助けられて、みんなでっていうあの流れも良かったし、実は本人は恋愛リアリティショーみたいなの出るよりも、まあ役者としての方がパフォーマンス高い、まあね、役者肌のキャラクターで、じゃあなんで恋愛リアリティショーとか出てたんだろうとか、チラッと思いはしたが、まあ、
まあそれはさておき、そのビジネスカップ、その流れからビジネスカップルをやってアクア君のサスペンスにな巻き込まれていくっていう流れで、あ、なんかめっちゃ好きなヒロイン像だなと僕は思った次第ですね。うん、うん、最初結構そのメンタル弱そうに書かれてるけど、なんかその一回アクア君がアクア君に助けてもらってから、じゃあどういう人がタイプですかって聞いた時に、その星野愛が好きだと、うん、で星野愛をプロファイリングして完コピしてったあたりから、こう役者としての化け物性みたいなのが漫画で描写されてって、おお好きな感じだっていうのがどんどん出てった感じです。うん、うん、でビジネスカップルやってお互いに打算がありつつ、まあ恋愛が別として、まあ相手に対するこう優しさとかすごい芽生えてっていくんだけど、それが行き過ぎて破綻していく、なその関係が壊れるところも含めて、その赤ですかね、カップリングが好きですね。うん、うん、でシーンのハイライトとして好きなのは、まあちょっと好きなキャラとは変わっちゃうんですけど、星野兄弟がお互いが転生者だというのは知っているが、誰が転生してきたかって知らないじゃないですか。うん、で結構後半の間で、あのルビーがメンタルやられてる時に、あのアクア君が、いや俺は実はゴロだったんだよって話をするじゃないですか。うん、で あそこのすごいこう、まあ、王道だけど、そのお互いのその素性を明かして、いやなんかその自分を傷つけるのをやめようみたいなのをやる、あの流れはすごい好きでしたね。うん、うん、うん、自分的、まあそうベタなところが好きですね。あと東京ブレイドのシーンで、そのアクア君と茜さんが演じてるキャラクターが一応その東京ブレイドの中で敵キャラじゃないですか。うん、で一回黒川さんが演じてるキャラクターが死んだシーンを、アクアがそのちっちゃい時に目の前で愛が殺されてしまったのをオーバーラップさせながら演技に入らせるっていう、あのシーンとかがめちゃくちゃ好きかな。うん、あの時助けられたらっていう、そういうなんかエモいシーンが好きですね。なるほど。うん、はい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 、っていう感じかな。だから逆になんかね、ドロドロしたシーンをぐちょぐちょ描写され続けてるところは苦手かも。ああ。うん。あの、ルビーさんが闇落ちしてるときに、その AD の若者をこううまくたぶらかそうとするじゃないですか。はいはい。うん、まあ、それこそコスプレイヤーのシーンとか絡めるところ。うん、ああいうのちょっと苦手なんですよね。うん。ちょっとずっとこう、泥沼をズブズブ突き進んでいく感じ。まあ、あれももちろん、ああいう芸能ものの魅力の一つだと思うんですけど、なんか、もうちょっとスターがキラッと輝くところを見たい人なんで。はいはいはい。うん、っていう感じかな。あと、あれかな。有馬かなさんが、枕未遂をやるじゃないですか。枕営業未遂を。ああ、はいはい。監督とね。ま、そうそうそう。なんか映画の。まあ、あれぶっちゃけ周りから見たらもう絶対枕しただろうとしか思われないと思うが、まあ、それはさておき、その記事が出ると事務所に通告が来るじゃないですか、その週刊誌側から。でその時にバーター記事としてアクアが、実はアクアとルビーは愛の子供で彼女は殺されていましたという、うん、そのバーター記事で有馬さんを助けつつ、自分たちのその出なんかその隠しているところをあえて明かして、まあ女の子を助けながらでも自分のネームバリューも上げるみたいな、うん、なんか優しさと打算が同時に大衆にさらされる瞬間みたいなのとかも良かったですかね。うんうんうん、はい、今パッと思いつくのはそこかな。はいはい、うん、自分はそんな感じです。はい、お二人はなんかキャラとかいいシーンとかは、キャラは、あ、じゃあいいっすか、キャラの、うん、あ、どうぞどうぞ。キャラは普通に、まあ、さっき散々気持ち悪いとか言ったんですけど、普通にアクアとルビー好きですね。普通に、ああそうなの、2人の兄弟、へー、まあ、共感するとかじゃなくて、まあ、普通に好きで、うん、で千葉さんとは逆になるんですけど、う
うん、僕はなんかその闇落ちしているアクアとルビス好きですね、結構。あ、目の光が黒になっている時が好き、うん、完全に周りの人のこと考えなくなったモード。だから不愉快だし嫌いなんですけど、うん、なんかねちょっとおかしい感情かもしれないんですけど、まあ、そういうことやるやつだったんだこいつらはっていう、その愛への信仰心に近い、まあ自分の母親だし推しだしっていうことで信仰心に近い、うん、に従って周りのものを全て利用してでも蹴散らしてでも、うん、のし上がっていく時のアクアとルビー結構好きで、うん、で闇落ちしていて、うん、でところどころ急に正気に戻って、その急に二人とも急に心取り戻すじゃないですか時々、はい、その清涼剤があるのがまた良くて、うん、なんか時々精神メンタル回復してブレイクしてっていうのを繰り返してるのがすごい好きで、うん、だ最近の最新話に近い方だと思うんですけど、そのシーンの中で、うん、まずアクアに関しては普通に黒川さんと、まあ、付き合ってて幸せになりそう、黒川茜さんと付き合っててこのまま幸せになりそうと思ったら、うん、なんか過去の自分がおめえは幸せになっちゃダメだろって言って、なんかその悪霊が現れてそうそうそう、あん時のいや復讐しないとダメだよな俺って言って復讐に戻っていくのすごい好きだったっていうのと、うん、あと最近じゃないか、最新話か1個前で今、まあ、15年の嘘のあのやつやってて、ルビーが愛役やっていて、うん、なんか B 小町の子に有馬かながすごい嫉妬とか妬みとかの感情をぶちまけて、うん、その後放心状態になってニコってしてるけど、そのキャラクターがその有馬かなが部屋出てったらなんかアドリブでブチギレる、泣いてブチギレるシーンがあるんですけど、うん、あそこら辺とかのルビーはすごい好きでしたね。私が何したっていうのよっていうところですね。そうそうそうですね、うん、だからそのまあ多分作者も意図的に愛がどういう人間かって書いてないと思うんですけど、うん、まあ、この今最後の15年の嘘で愛は本当は普通の女の子だったんだよみたいのをルビーを通してまあ書くっていう、うん、まあ、そのまずその、うん、なんですかね、発想が面白い、その本当の娘が本当のお母さんのてか愛の、ね、本当の心っていうのを、まあ、理解していくみたいな、だその、まあ、プロットが面白いですかね、まず。あと あれですよね、15歳になったら2人に渡してほしいって言ってる DVD の内容が明かされてなくて、はい、どうやらアクアが2人分見てるっぽいっていう感じじゃないですか、うん、描写だと。でもなんかすごい最初の方に1巻か2巻の方になんか母のファンレターみたいなので、なんか一応愛からその触りの部分の DVD の多分シーンだけはあるんですよね。であとなんか細切れで途中でなんか本当は君のことを愛すことはできないからとか、お父さんのことはなんちゃらこうちゃらっていうのがなんか細切れで情報としては出されてるんですけど、神木光ですね。 DVD の内容全部は出てないですもんね。出てないですね、うん、なんか分かったよ愛とかアクアが一人でこうニヤニヤしてる、うん、まだそのない、まあそれミスリードを誘ってるとは思うんですけど、うん、じゃあ卓平さんはどうでしょう。あ、自分は、はい、自分も散々気持ち悪いとか言ったんですけど、アクアとゴローが好きですね。ああ、それはあの同じキャラとして好きなんですか、それとも別々として好きなんですか。どっちも、うん、そう、ちょっとアクアにはすごい複雑な感情を抱いてて、いいっすね、はい、そうなんか好きなんだけど素直に好きと言えないというか、はあはあ、ちょっともう なんかもうごちゃごちゃなんですけど、まあ、ゴローのことは、うん、まあ、素直に、うん、いい人だなみたいな、はあはあ、好きだなって感じ、はあはあ、でなんかうちはあんまりアクアとゴローが違う人みたいな見方ができなくて、うん、
なんか完全に一緒の人みたいな、うん、だからそのアクアの優しさみたいな部分がアニメじゃねえや漫画の途中でもちょびっと出てくると思うんですけど、はい、まあそういうのがゴローなのかなとか、うん、ちょっと思いながら楽しんでて、印象に残ったシーンは、うんうんうん、まあ闇落ちするきっかけになった愛が死んだとこがちょっとね忘れられなくて一巻の一番最後そう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 もうずっとなんかあそこで止まってるかもしんないぐらい忘れられなくて、なんかそれぐらい死ぬんだみたいな、最初見た時正直なんか衝撃的でショック受けて、 あれってなんか、まあ、あのイン、うんうん、なんだっけな、その両作家に対するインタビューで、まあ、普通に公で出てるインタビューで内容なんですけど、もともと愛って死ぬ予定じゃなかったらしいんですよ、うんうん、あ、そうなんですね。そう、なんか、まあ、そのインタビューの中でその赤坂先生の方だったかな、言ってたのが、最初はその双子のアクアとルビーと愛3人の芸能もので考えてたらしいんですよ。うん、でも、なんか先の展開考えたときに、なんか悩んだっぽくて、で、愛が殺されるっていうのを思いついた瞬間、視界が開けた感じがあったみたいなのを、そのインタビューで言ってて、うん、で、まあ、それがね、多分、うまくいったってことなんでしょうね。はい。いや、そう、うまくいってくると思いますね、確かに。めちゃくちゃ衝撃的でしたね。正直、続くと思ってたんで。うん、あの三人で。っていうか、最初、ゴローが殺されてる時点で、まずワンパン食らってるじゃないですか、読者は。うん、で、ワンパン食らって、ああ、じゃあこっから、最初ゴローを殺したやつ探すのかな、探したりとか出てきたりすんのかなって思うじゃないですか。うん、そしたら、その一巻の終わりぐらいか。で、愛が殺されて、二発目のパンチが来るじゃないですか。うん、あ、うん、登場人物死ぬの被せてくるんだ、みたいな。うん、そういうなんか、フックを、畳みかけてくる、ちょっとそれこそあのネタフリとかで見られるような、海外の連ドラみたいな、うん、こうフックをダンダンダンって叩きつけてくる感じのがありますよね。なんか多分一番最初に書きたかったのってその話、今の話を聞くとその3人で芸能ものやって芸能界の闇と戦ったりとか、うん、そののし上がっていくっていうのを、うん、多分最初にプロットとしてあったんですけど、あったと思うんですけど、うん、やっぱそれだけだと確かに自分は漫画買わなかったかなって気はしますね。愛が死んで、なんかその、うん、だからさっきもメイン軸が多分ルビーとアクアの復讐劇に今なってると思うんですけど、うん、メイン軸が気になってるんで今買ってるというか、そこはすごい楽しいんで、うん、あれですね、まあ、見るの辛いんですけど面白い、なんか自傷行為みたいな、読むことが自傷行為に近い気がするんですけど、あでもね、そのね、その推しの子のその中毒性ってちょっとそういうある種のその鍵カッコ付きのいわゆるメンヘラ的な、うん、その依存心をくすぐるような感じですよね、うんうん、痛いけど止められないとか怖いけど見ちゃうみたいな、うん、そのき、うん、気持ちよさだけで見せる感じじゃないですよね。ないです。ちょっとその不快感を伴う快楽みたいなものが気持ちいいみたいな、ちょっとねっとりした感じというか、それはあるんだけど、この横槍綿子先生の絵柄によってちょっとそれがなんかね、インモラルな雰囲気と爽やかさが両立してるじゃないですか。でこのそれがこの絵柄によってこのなんかうまいこと中和されてる感じというか、うん、そう、なんかその濁りみたいなのも残したまま、ちゃんとこの口当たりの良さというか喉越しの良さみたいなものがあるから、うん、多分この赤坂先生と横槍先生のペアっていうのは、まあね、まあこれだけヒットしてるんだからね、今それ言うことでもないんだが、うん、まあ本当いいコンビといい題材だったんでしょうね。うん、不愉快な点でいくと神木光って出てきてるじゃないですか、まあ親父、はい、父親で、父ちゃん、神木ひかるだけは本当に嫌いで本当にうわ、よくこんな気持ち悪い最悪なやつ描けるなと思って、
こういうやつ。で、ね、そのか、うん、あで神木ひかるの嫌な遺伝子がその五郎に混ざると確かにアクアになるなっていう納得感もあるんですけど、あでもこういうやついないっすか。いやだってこの人なんか山登りしてた女優さん平気で殺してませんでした、なんか確か。あ、まあ、本当にこの推しの子っていうストーリーというか、うん、そのまあ愛を殺すように仕向けたやつでもあるんで、まあ、本物のサイコパスとかそういうあれだと思うんですけど、うん、本当にここまでやばいやつが出てくると思わなかったんで、まあ、ただ今のところの描写でいうと、まあ、あまりにもルックスと演技力に恵まれていたけど、その、うん、その美しさによって狂わされたその女性の人に、うん、まあ、幼少期の段階でその性交渉に、うん、させられてしまって、ちょっとメンタルが歪んでるところに愛と出会って、このメンタルケアが行われるかと思ったが、いや君のこと愛してないかもみたいな感じでちょっと突き放されてしまい、完全にメンタルが壊れてしまった、まあ、ある種のその性被害者ですよね、子供の、うん、だからそういうその、まあ、彼のバックストーリーを考えると、その、まあ、サイコというか壊れてしまったのはしゃあねえんじゃないかなっていうところあります。なるほど、うんうん、よく漫画でここまでヤバそうな人描けたなって思いますね。なんか、あ、まあ、確かに今の時代だとちょっと珍しいかもしれないですね。そうですね、ちょっとよく OK 出たなっていうような人物像でしたね、うん、だからそれを口当たりよく表現するために、作中の中で映画を撮っているっていう体でこういうことがあったよっていう、うん、その虚構に虚構を重ねてくるじゃないですか。はい、だからそれによってちょっとその直接的な描き方よりもまだなんか OK 取りやすい感じで出してる感じはありますよ、うん、確かに。これなんですけど、うん、ちょっと話ずれちゃうんですけど、うん、これだけ売れたら実写化とか、まあ、やると思うんですけど、まあはい、まあ、2、3年前とかから用意しますよね。うん、神木ひかるあたりどうするんだろうってちょっと思って、なんかこいつはどうするんでしょうね。でも大事じゃないですか、正直、うん、お話として。まあ、いないと始まんないですからね、うんうん、そうどうするんだろう。その実際に芸能界でそういう性被害があるかとか自分はちょっと知らないんですけど、うん、あるとしたらめちゃくちゃなんか、ああでもあれだな、今すごい名前出したくないんですけど、うん、某アイドル、名前の変わったアイドル事務所があるじゃないですか。はい。うん、まあそこではあったとされ、まあ被害者の届けではありましたよね。うん、あんま大っぴらに僕も言いたくないんですけど。まあだから多分そこら辺の社会問題と、うん、まあリンクさせて出てきたキャラクターだとは思うんですけど、うん、本当によくこんなやつをかけ、こんなやつって言ったら失礼かもしれないけど、神木ひかるはもうなんか、うん、よく出てきたなーって。まあでも基本的にその海外のレンダラっぽいところがあるから、うん、もうどうしてもその クリフハンガー的にひたすらそのショッキングな要素をドスドス刺していかなきゃいけないタイプのエンタメ漫画としては構築されてるから、うん、多分ここまで踏み込まないといけないんですよね、その表現としては。海外のレンダラとこれとは違うけど、タイプの違いは相当グロい実写のドラマとかありますからね。その、うん、クラスで、作品タイトル忘れちゃったんですけど、クラスで陰キャなんだけど、ネットで、その、実在の人物の BL 小説みたいなのを書いてて、そこだとフォロワー数が10万人ぐらいいる超人気 BL 作家みたいな女の子がいて、その女の子が、うん、自分がセックスしてる動画を、なんか誰かに流出させられちゃうんですよ。で、うん、最初は超ショックを受けて、ああ、もう私生きていけないってなるんですけど、でも、そういうショッキングなものって、再生数伸びるじゃないですか。うん。
で、再生数が伸びたことで、まあ、その、そういう、再生数が伸びることに対して、その、非常に自己肯定感を見出すヒロインというか、まあ、いろんなキャラクターが。まあ、承認欲求が満たされるわけですね。そうですね。まあ、いろんな登場、まあ、その群像劇なんだけど、まあ、そのキャラクターは、承認欲求がそれで満たされるから逆に、え、私超すごいじゃんってなって、むしろ、そのネットの中で、なんかポルノスターみたいにどんどんなっていくみたいな、キャラクターがいる実写のドラマとかがあったりするんすよ。もっとグロいのもあるし。ネットフリですかそれは。ちょっと話あれですか、ね、確かネットフリだったと思うけどな。なんかね。また思い出したら教えてください。うん、あ、すごい、すごく見たくないと思って、その話だけ聞いて。メンタルやられそうだなと思って。はいはい、でも、そういう人、いそうな感じもするじゃないですか。その、リツイート数とか、まあ、インプレッション数みたいなのが、自己肯定感につながるみたいな。うん、だから、この、まあ、推しの子だと、この終盤の間で、その、ちょっと小児性愛みたいなところに話が突っ込んでいくんですけど、うん、だそういう意味では、なんだろうな、まあ、ショッキングなことをやっているけど、まあ、ある意味非常にストレートに、それを漫画に落とし込んで、そういう、うん、問題を落とし込んでますよね。そしてそれは多分表現としてはリスキーなので、うん、ね、これだけグッズ展開したり、アニメとか、あとこれから、うん、実写のドラマにもなるような作品で、これをやったのは非常にこうチャレンジングなので、うん。いや、そのガッツが、あるというかガッツありますよね。勇気があると思いますね。うんうん、サンリオとコラボしてるの見たときはびっくりしましたね。うん、サンリオのあのキティちゃんは何にとでもコラボするから。あ、そうかそうか。なるほどね。まあ、前半の最後の方で、うん、まあ、作者の主張とか、まあ、何か伝えたいことがある漫画とか作品が好きっていう話をしたんですけど。うん、まあ、なんかここら辺はすごい、そのまあ、もしかしたらあの横割めんごさんもその赤坂坂さんも実はそんなこと考えてないのかもしれないんですけど、社会問題の闇を切るとかそれをちょっと風刺したキャラクターを出そうっていうのは、ただ本当になんか面白そうだから出そうぜってそんな考えかもしれないんですけど、うん、その神木ひかるとか、うん、あとまあだからそのまあ、そういったキャラクターが出てくるのはなんかすごい、まあ、チャレンジングだし、うん、なんかその、うん、今のなんていうんですか、一石を投じているような感じがするのですごい、うん、まあ、好きというか、まあ、気持ち悪いけど見ちゃうんですよね。なんかそこら辺があるから。あ、ちなみに赤坂赤先生ですね、名前は。あ、間違えましたか今。まあ、赤坂赤先生、ま、なんか間違ってました。すいません、ごめんなさい。じゃあ一応、じゃあ最後にこの漫画、どういうラストで終わってほしいっていうのをちょっと予想とともに希望を話して終わりにしましょうか。ああ。どうしましょう。僕からいきますか、じゃあ。順番逆にしません、じゃあまた。今度は。順番、あ、タッケイさんから。そうしましょう。タッケイさんから。はい。うん。有馬かなと付き合ってほしいですね。うん、アクアが。アクかな派。あ、そう。あ、カップリングは俺もアクカナ派です。お、僕はアクアカなんで。はい。まあ破綻する。あと、うん、うん。あ、いや、どうぞ。あとはまあ普通に、正直ちゃんと断罪しないで終わってほしいかなっていうのはありますね。断罪しない。あの神木ひかるを。ほうほうほう。なんか。ちょっとモニャモニャする感じで終わってほしいなと思います。うん、ああ、なるほどね。うん、その過去のこととか考えても、うんうん、やっぱ、その、被害者の部分が、うん、敵が強すぎる。そう。なるほど。っていう感じです。はい。じゃあ、すいまさんは。僕は、うん、今、神木ひかるなんですけど。うん。完封なきまでに復讐を果たしてほしいって、うん、ああ、ちゃんとやっつけるに対してちゃんとやっつけろと。あ、もうやっつける。まあなんか、まあアクアとルビーが直接手を下すっていうより、
結果神木ひかるが勝手に敗北感を感じて、まあ負けを認めるみたいな感じがいいですかね。でまああと普通に捕まっ、まあ殺すとかそういう感じじゃなくて普通に捕まってほしいなと思いますね。あの登山の人落としたりとか、そのね住所ばらして先導したりとかっていうのがあったので、普通に神木ひかるは捕まってほしいなと思っていて、やっぱ最後は暴露系 YouTuber にとどめを刺されるっていうこれこれチャンネルで、うん、それはまあでそれですっきりしたアクアとルビーが見れればいいですね。でまあみんなと仲良くみたいな。じゃあハッピーエンドがいいと。まあハッピーエンド、ハッピーエンドがいいですかね。お、なるほどね。確かにね。でもハッピーエンドの前は、うん、落ちるとこまで落ちてほしいですね。あ15年の嘘とあと次の第10章とか第最終章が今始まってると思うんですけど、その紙面で方で、うん、落ちるとこまで落ちた上で、まあ最後はまあこれで良かったかなみたいな感じでちょっとスッキリするみたいな。なるほど。大演壇を望んでるわけではないですね。大団円が見たいわけではない、うん、はあ、あとメムチョは売れてほしいなと。あ、メムチョは かわいいですね。最近メムチョの影めちゃめちゃ薄いのと、その物語にか、ま、噛んでこないじゃないですか、メムチョ。その役柄的に。だってメインプロって関係ないからね、うん、そうだからあまりにも最近メムチョがその簡略化されたメムチョしか出てこないし、うん、プロットに噛んでこないんで、まあ、有馬かなとメムチョとあとルビー、アクアは幸せになってほしいですね、うん、なるほど。川さんはまあいいかな。はい、わかりました、はい、僕はですねアクアくんのまあいくつかあるんですけど、まあ今パッと思いつくのはアクアくんの復讐が失敗してなんか無様に死んでほしいかな。すごいっすね。はい、うん、全部無駄でした、ドン。でみんなそれぞれの人生に帰っていくみたいな、はいはい、のか、もしくはアクアくんが復讐を成し遂げて、でその結果がアクアくんが何らかの形でいなくなるか死んでしまうかして、彼と親しくて仲が良かった人たちの心に消えない傷が残るといいなっていうエンディング。それはそれで辛いけど、うん、なんかでまあそれでその何年かしたら、まあ、まあ彼のことは大事に思う気持ちはあるが、みんなそれぞれの人生に傷を持ったまま帰っていくというのがいいなって思うけど、うんうん、まあでも基本的にはハッピーエンドがいいよねとは正直思うかな。うんうんうん、うん、っていう感じですかね。はい。ハッピーエンドの終わり方はどんなのがいいですか？ハッピーエンドはまあなんだろうな。例えばこれで神木さんが死ぬとかじゃなくて、まあ捕まったりとかして別に考え方の基盤とかは変わんないだろうけど、まあなんか登場人物全員の心にこのアクアとルビーの復讐譚があった上で、みんなの心に何らかの前向きな変化が生まれて。うんうん、これから先もそれぞれのやりたいことをやって、なんか、うん、たまにみんなで集まって楽しくおしゃべりしてるような、そういう未来があると、うん、ハッピーエンド的にはいいかなって感じですかね。うんうん、なんかね、死んだ殺したみたいなところで決着するのは、ハッピーエンドよりで言うとちょっとそれは微妙かなって感じかな。うん。うん。じゃあまあね、ちょっと不穏な雰囲気も今あるからね。ありますね。うん、誰か、次そろそろ、神木やられるんじゃねみたいな雰囲気が、ほんのりありますから、うん。うん。てか、なんか、あと、みんなよく、だもう神木って出てるじゃないですか。その、プロットの中で、少年 A として書かれてますけど。はい、出てますね。で、あの、社長とか、まあ、アクアは、必死に抑えてると思うんですけど、よくみんな、その、復讐に走らないなと思って、よく抑えてるなと思いますね。黒川茜とか、あの社長とか、なんか行動を移しに行きそうな人たちがいるけど、よくこう抑えてるなって気がしますね。まあ、黒川さんは、だからもう、その、
別れるときに、その、アクア君に釘刺されてるじゃないですか。うん、危ないことするなと、うん。お前に危ないことはさせられないから、ここで別れる。うん、で、その時点で、黒川さんはもう復讐できないんですよ。うん、彼女自身の目的じゃないから。アクア君のためにやろうとしてたけど、うん、アクア君は、それをしないでくれって言ってて、今の黒川さんは、じゃあそれはやらないって状況になった。一応その感情の流れとしては、うん、で他の人に関してはそうですね、まあ、直接まあその神木さんが何かで言ってたかな、なんかまあその映画を出すことで社会的に殺そうとしてると、うん、まあだから直接的に手を下すっていう話じゃなくて、なんかお前がやったのはこういうことだって社会に知らしめて、うん、その社会的な抹殺を目論んでるっていう風に一応ストーリーの上ではなっているが、愛から渡された DVD の内容次第では、まあ、アクアの本当の目論みは別にあるよねっていう雰囲気を醸しているので、まあ、それはここから次第ですよね。うん。うん。うん。という、まあね、単行14巻までだと、そういう感じですよね。うん。うん。というわけで。じゃあ、推しの子会、だいたい1時間ちょい話したんで、このあたりでいいっすかね？なんか、まだ言っときたいことありますか？たくさんあるけど、まあ、おおむね満足しました。はい。たっけさんは大丈夫です。大丈夫。じゃあ、はい。はい。あ、どうぞどうぞ。あ、大丈夫です。大丈夫。はい。じゃあ、ここ、今回の収録ここまでとしましょう。あ、じゃあお二人なんか自分の宣伝みたいなのとかあります？今こういうのやってますみたいな。全くないです。全くない。たっけさんは大丈夫です。僕は今はね、秋 M3 用のボイスドラマと冬込み用のノベルゲーム作る予定で、冬込み用のノベルゲームのシナリオを今ねひっくり返りながら書いてますので、できたら冬込みに完成するでしょう。できなかったら、うん、完成しないです。今はそんな感じです。はい。では、それでは本日はここまでとなります。本日のお相手は FTW 千葉野田王と、スイマと、タッケーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。